タイ国際航空311便墜落事故は1992年7月31日にドンムアン空港からトリブバン国際空港へ向かっていたタイ国際航空311便がトリブバン国際空港への着陸侵入中に墜落した航空事故である。同便はアトック7時26秒トリブバン国際空港の北方 37km 地点において 時速300ノットで標高11,500フィートの山に激突し乗客99人と乗員14人の全員が死亡した。1992年4月に撮影された自故機311便は現地時間10時30分にバンコクを出発した。カトマンズには12時55分に到着する予定だった。ネパール領空に侵入後、同便は完成と更新し、 滑走路20に対するシエラ VOR 周回侵入と呼ばれる南方からの景気侵入を許可された。当時ネパールの航空管制はレーダーを設置していなかった。カトマンズ VOR の南方10海里にある基準点シエラの通過を報告して間もなく311便は管制に技術的な問題によりインドのカルカッタにダイバートしたいと要請したが、 管制が応答する前に自ら撤回した。ドーンはそれから滑走路02に対する直線、侵入であるシエラ侵入を許可され、高度9500フィートを切ったら報告するよう指示された。機長は空港付近の風向風速と指定状況を何度も尋ねたが、管制官は単に滑走路02が使用可能としか答えなかった。ネパールのカカニにある 本事故の追悼公園墜落現場その後管制と311便の間で同便の高度と空港までの距離について大変もどかしくわかり難い更新が続いた。そうなった原因の一つは担当した管制官がまだ9ヶ月しか実務経験のない新人だったことである。311便はすでに空港に近づきすぎており、 シエラ侵入を無理に続けると高価格が急になりすぎるため、基調は侵入をやり直すため基準点、ロミオまで戻りたいと考えた。というのは、大国際航空の侵入チャートでは、シエラ侵入の開始位置を基準点ロミオだとしていたためだが、これは実は誤った記述であり、正しくはカトマンズ v OR の南方16回里の地点が、 開始位置だったので、この一気違いから一層更新が混乱した。機長は、以後4回にわたって左旋回して、ロミオに戻る許可を求めたが、話が噛み合わずまともな返答を得られなかったため、結局一方的に宣言して右旋回と18000フィートに向けての上昇を始めた。そこで、担当管制官は、更新内容から311便が侵入を放棄して、 南に転進したと推測し、高度を11,500フィートに変更する指示をした。これは、空港南方であれば安全な高度である。侵入を放棄するつもりのなかった311便は、改めて高度11,500フィートに降下し、360度、旋回して、空港上空を北に通過して、平基地のランタン国立公園にある標高11,500フィートの、 急瞬な岸壁に激突した。墜落直前、地上接近警報が鳴ったため服装重視は旋回を促したが、機長は機械のエラーと決めつけて最後まで回避操作を取らず、311便はそのまま墜落した。ネパール民間航空局とエアバス及び技術面を支援したカナダ運輸安全委員会の調査官により、百十一便は基準転止エラーを通過した直後に、 内側の公園フラップに不具合を生じたことが判明した。機長はフラップが故障した状態では、カトマンズへの複雑な景気侵入は難しいと感じ、また管制官と311便の副操重視の間の更新が曖昧に過ぎて、質問に対する答えが一向に得られないことにこう、似やして、軽かったにダイバートすることにした。その後フラップは突如として、機能を回復したが、 服装重視が率先して動かなかったため、厄介な侵入について、機長自身が抱える仕事が増えてしまった。その後、完成との間で極めてもどかしい行進を何度も繰り返した挙句、機長はやっと空港付近の十分な気象情報を得ることができたが、その時にはすでにカトマンズを飛び越えてヒマラヤ山脈へ向かっていた。311便の墜落現場。 ネパールのゴブットとサレッパティ峠の間に位置するネパール当局は事故原因として以下の要因を挙げた。機長は41歳男性、副操縦士は52歳男性で12名の客室乗務員が乗っていた。本事故の後、311便は万国業の312便と共に欠番となり、それぞれ319便と320便に改名して、 エアバス A310 で運行を続けた。その後2001年までに、大国際航空の A310 は退役し、今日ではボーイング777によって運行されている。また、本事故の59日後には、カトマンズの南で、パキスタン国際航空268便墜落事故が発生し、167名が死亡した。311便の残骸は、 ランタン国立公園のゴプットから、サレパティ峠に通じる道沿いで今日でも見ることが、できる。ありがとうございます。